ハーバート・メンゲスはイギリスの指揮者、作曲家。姉はバイオリン奏者のイゾルでメンゲス。息子は映画制作者のクリス・メンゲス。イングランド南海岸の町ホブの音楽一家にジークフリート・フレデリック・ハーバート・メンゲスとして生まれる。父はドイツ人、母はイギリス人で、どちらもバイオリン奏者であった。 4歳でバイオリンを演奏するようになったが、ピアノと作曲に興味を持ち、王立音楽大学で、レーフ・ボーオン・ウィリアムズとグスターブ・ホルストの訓導を受けた。また、マチル・デ・ベルヌやアルティュール・デ・グレーフにも指導を受けた。1925年に、母親が設立していた、ブライトン・シンフォニー・プレイヤーズの指揮者となり、修正常任指揮者として活動した。 1931年から1950年まで、オールドビックシアターの音楽監督を歴任し、劇の不随音楽の作編曲、指揮に当たった。また、同年から、ロンドンのロイヤルティシアターの音楽監督も兼任し、音楽学習者のための、ロンドンリハーサル還元楽団も創設した。作曲家としては、ウィリアム・シェイクスピアの、 アントニーとクレオパトラの不随音楽が知られ、ローレンス・オリビエとビビアン・リー主演のブロードウェイミュージカルとして1951年に上演された。1963年に OBE を受訓。ロンドンにて没。ありがとうございます。